のの建設機械アタッチメメメントトーーカででああるるガバイ spa 日本法人である2010年創立メガバイトジャパン株式会社は日本のお客様にメガバイト製品をより広く知っていただき技術面アフターサービスの面で満足していただけるサポートをお届けするために設立されたまたメガバイトジャパンはメガバイト製品を含む 様々な商品やサービスを提供している。イタリア本社メガバイト SPA が製造する、発災、古い分け、選別に特化した建設機械アタッチメントを輸入、販売している。日本における流通、マーケティングを管理し、テクニカルサポートを含むワフターサービスを提供している。これらアタッチメント式バケットを建設機械に取り付けて使用することで、 建設副産物等の再資源化、それに伴うコスト削減が実現可能。油圧ショベルの油圧システムを活用して機能する新しいタイプのクラッシャー。一般的にバケットクラッシャー、あるいはバケット式破砕機と呼ばれるもの。自然石やコンクリート界アスファルトコンクリート界の破砕に適している。解体、掘削、緩路敷設工事、道路工事、 土地再開発、採石場、鉱山など、多くの分野で活用できる。メガバイトクラッシャー BF90.3S4、バケットクラッシャーアタッチメントスミトモメガバイト。バケットクラッシャーは解体現場、建設現場や道路工事、鉱山等で発生するコンクリートや、自然石を油圧システムで破砕し、サイズダウンすることのできるアタッチメントである。ホイールローダーやミニショベル。 スキットステアローダーに対応するバケットクラッシャー。砂利やコンクリート柄等、混合物の選別作業に適したバケット型回転、古い木、スクリーニングバケットとも呼ばれるもの。活用分野は、リサイクル、林業、農地開拓、採石場、解体現場などと幅広く、選別、分別作業が必要な多様な現場で使用できる。 メガバイトクラッシャーメガバイト S18 スクリーンバケットアタッチメントキャタピラーメガバイトスクリーンバケットは現場で発生する様々な材を油圧で振るい落とし必要なサイズ分だけを取り出しリサイクルを可能にするアタッチメントであるメガバイトクラッシャーメガバイト S18 スクリーンバケットアタッチメント混合物の選別、各班や異物の除去作業に使用するボックス型選別機 シャフトスクリーンとも呼ばれるもの。バケットの中に設置されたディスク付きのシャフトが回転することにより対象物をより分ける。メガバイトクラッシャーメガバイト HDS320。ロータリースクリーンアタッチメント芯の万能機として生み出された。このアタッチメントは多種多様な現場で使用でき、簡単かつスピーディーに様々な素材を処理できる。メガバイトクラッシャーメガバイト h d s 百二十 ロータリースクリーンアタッチメント小松物を掴んで移動させるための掴み機。一般的にはグラップルと呼ばれる。メガバイトクラッシャーメガバイト G900 グラップルアタッチメント日立仕分け積み込み作業を家屋解体での分別作業に適している。回転ドラムには切削チップが配列されており、そのドラムが回転し、岩面や土、道路の表面等を削り取る。 油圧式切削機とも言われる。メガバイトクラッシャーメガバイト R800 ツインヘッダーアタッチメントリープヘルドラムが両側についているのでツインヘッダーと呼ばれるが回転ドラムが一つのコンパクト型もあり狭い路地などスペースの限られた現場にも対応している。メガバイトツインヘッダーは油圧ショベルに取り付けるアタッチメント。解体分野におけるバケットクラッシャーの作業工程はシンプルである。 ビルや家屋、施設、送電線の鉄塔、鉄道用の枕木等の解体によって得た骨材をバケットクラッシャーでさらに破砕した後、同作業現場や他作業現場において土地整備や道路舗装、排水路や各種の埋め立てのために再利用できる。他にも廃工場や古い民家の解体を伴う新しい建築物の建設に代表される。バケットクラッシャーは ゴツゴツした場所から破砕の困難な場所まで、どのような場所でも破砕作業を可能にする。採石場においても鉱山においても、破砕された骨材はその場で再利用できる。他の目的地への輸送手段に直接積み込むことも可能。解体によって得られた骨材は必要なサイズに破砕され、必要に応じて基礎や道路の基盤を作る際に再利用される。 バケットクラッシャーを用いることで作業現場で直接作業が行えるようになりトラックへの積み入れや処分場への運送を行う必要がなくなる。また、とりわけ市街地にある作業場でかさばる粉砕機を使用する必要もなくなる。通常、骨材はペンチやジャックハンマーを用いた解体作業から得られた後、液化した破片の破砕作業が始まる。 バケットクラッシャーは骨材を収集して持ち上げてから希望するサイズに破砕して積み下ろす。得られた骨材は同じ作業現場において土地の舗装や道路舗装、排水路、各種の埋め立てといった他の作業に再利用できる。ありがとうございます。